皆さんおはようございます、三つかずです。今回はジャン玉の、銀の間対局の模様をお伝えしようと思います。本当ならねもう寝たいところなんですけど、実は今ご覧のようにですね、銀の間の対戦で最後まで打つと、3戦最後まで打つと、そうすればコインを4200枚やるぞということで釣られとるんですね。で最近1姫にクッキーを食べさせてあげられてないので、まあ、そのコイン代を稼げというふうに言われとるわけですよ。はい。なのでね、今回も頑張っていきたいと思います。それでですね、私のじゃあ成績はどうなのかと言いますと、こちらでございます。ホーラ率がね、20% を割ってしもうとるんですよね。なんていうヘナチョコジャンシなんだと。もう、ボロカスに言われそうなね、成績なんですよね。1位率が 15.38 で、4位率が 20.51。なんだこの平ボイプレイヤーはと。平均順位は 2.59 やし、なんだこいつはと。言われそうな感じなんですけど、幸いなことに、報酬率はね、13.08 と低めに抑えられているので、まあなんとかね、攻めと守りをバランスよくね、できればいいなというふうに思っております。そして画面上のね、桜の花びら。これがね、スタート時の300より減っちゃってるんでね、まあなんとかちょっと2以上を取って300回復させたいなというふうに思っております。では早速、第2戦、銀の間にハンちゃんやっていきたいと思います。なんとかね、クッキー代を稼いで帰りたいですね。まあもちろん目標はトップですけど、トップが無理そうなら3着、2着、2着が無理そうなら3着という風にやっていって、ラスだけは絶対嫌です。それでは対局者の皆さん、よろしくお願いいたします。トーン1局、ドラは E1 です。おっと、ワンズが行さん持っとるぞ。九州九杯よ。いきなりですか。トーン一曲一本場、ドラはチーソーです。あ、これは赤ウーマンうまいこと使い切りたいな。おお、いきなり今回、飛ばされた。ホーラ率だけ、しかも報酬率も低い。これは手強い相手やぞ。報酬率が低い。守備型かな。おっと、C1 を引いた。さあ、76542で、E1 はいらんか。換算は受けあるし。こちらの方は、おっと、ホーラ率が高いぞ。みんなガンガン上がってくんな。強敵揃いじゃないか。チーピンを引いた。変則待ちの可能性があるので、どうしようかな。ローピンを引いても使えることはないから切っとくか、ウーピン。7、7、7、8、8、7、7、7、8、8、99の形からだと、サメ待ちなのかな。あっと、これはドラが出ていく。やだ、まだドラは切りたくない。もうイーペーコは捨てました。まあ、これでスソを引かへんかったら、結局タンヤオにはならへんねんけど、まあ、ワンズの伸びに期待しながら、チーソーへくっついてくれっていう感じで。まあ、換算ワンさっくり引いたらもうドラギリでいいかなって引いとるし。リーチや。私ね、このリーチ時のこの羽演出がね、大好きなんですよ。もう、一姫が可愛くて可愛くてしょうがない。まあ、ちょっと余談ですけどね。さあ、これはシャーチャがね、シャとチーソーを仕掛けているので、リーチが切ってこん、想像切ってこんと思ったら、ペーチャが追っかけリーチ、しかも想像切っとる。待ちはなんだ。おっと、親、想像切ってきてるぞ。シャーチャは何？トイトイ？下手したら法律もあり得る？ギャー、怖えー。セーフセーフ。
できればこれ数層で上がりたいな。まあいい層でもいいですけどね。ロンニャ。おっとフラッシュ入った。裏乗ってるっていうか、それ以前にドラを持っとる。あ、持ってないか、赤ドラか。くそー、リボ返せこの野郎。トン2曲、ドラはトンですって、いきなりトン持ってるよ。しかも親だよ。これトン重なれへんかな、早いうちに。これそこそこ手がいいから、トン重ねて特急券とかやっても全然 OK なんですけどね。中ピン頭にして。しかもリアンターが2組ありますから、3番周りにくっついたら全然 OK よ。まあ、ネックなんはチーピン、カンチーピン。ここさえ引けりゃなんとかって感じ。でもトーン重ねてこへんと意味がないって、またツモバン飛ばされたよ。よう泣くな。おっと3ピンを引いた。リアンターが1組できました。ピンズで2ブロー、3ブロー。ここ引いたら4ブローになる。ただ、数番、リャンマンとか引いてきたら、もう6、8のカンタはざっくり払っちゃった方が良さげやな。それポン。おっと、トーンを重ねたぞ。これは熱い。3番切ってもらえか。最悪本一に行こう。3ピンばっか引きよるな。もう簡単払ってまおうかな、これ。最悪3ピンヘッドで321でええねんけどな。あ、あかんか。いらねえ、トンの方くれ。おー、ローピン来た。誰かトンくれ。誰かトンをくれ。おっと、赤ウーピンを引いた。でも、ウーピン切っちゃってるからな、あ、ローピン切っちゃってるからな。数ピン引かん限り使えへん。数ピンを引かなきゃ使えない。しかも、一数でダブ受けになっている。ちゅうか、ロッチューソー一個も引かねえよ。しかも、バシバシ切られとる。ローピン切るんじゃなかったな。まあ、結果なんだけど、おっと入った。どうしようかな。まあ、赤ウーピンさよならしようか。でもこれ、いいっす。ヨシンバ E ピン引いて E ペーコ確定したとしても、ドラマチやからな。めっちゃマチ悪いよ。しかもこれ、先行リーチ入ってもうた。やばいな。ツモ、ごめんなさいね。あと、そっちが持ってやがったか。そうだよな。ドラだから使いたいよな。うん、気持ちはわかるよ。でも俺を4位にしやがって、この野郎。トーン3曲、ドラは中ピンです。うん、ワンズでリアンターが2組あるよ。ピンズで1組、おっと、頭ができたよ。4トイツ。これは、ウーソー重ねたら、チートイツへ行ってもいいかな。逆に、カンターが入るようならメンチでも考える。例えば、一数番引いてくるとかしたら、そういうのはちょっと考えていきます。で、親がワンズをいきなりバシバシ切っとるよ。おっと、今度は手から数ピン、ソーズで染めとんのか。となると、チュンは切りにくい。ポンされる可能性大ですね。うん、今の数番はつもぎってきてるから、ワンズの下はいらんって言ってる。おっと、リアンターができた。あ、カンターか。あー、間違えたー。今、中層切ろうと思ったら、中層切っとる。しかも赤ウーバン打ってきとる。早いな、これは。やばい、チュンが切りにくくなった。おっと、E1を引いた。
さあ、これはメンチで E1 引いたら。どうしよう、チュンが一番いらんねんけど、チュン切りにくい。できれば数番の方を引いてほしかったんけどな。そんないらんな、3は。別に数番子狙ってるわけじゃないからね。C1 微妙なとこを引いたな。やっぱ泣かれた。どこが頭になるか分からへんからな、今の段階じゃ。ローバン2枚、中盤1枚出てるけど、例えばロッチ1引いたらスーピン切っていったりとかしたいし。あかん、みんなが泣きまくって早い。おっと、スーピンを引いた。さあどうしよう、でも欲しい、あんまり欲しくないよ。まあ、チートイツに向かうんならありやってんけど。あー、ドラ。さよなら。もう、親は染めてかなー、これ。ダブロンやないけ。やっぱ染めか。てか、両方とも本一かよ。3位、これはちょっと順位を一つでも上げたい。トーン3曲、1本場、ドラはウーソーです。おぉ、いきなりドラ入りの完成メンツがあるじゃないか。熱いぞ。しかし他がぐちゃぐちゃだ。カンパーピンとかペンチバンとかがさっくり入ってきてくれたら勝負になる。もうそうなったらリーチで鉄板やけど。あとはスーピン周り、ウーワン周りにくっついてくれる。おっと、赤ウソを引いた。熱い。ドラ3になった。さあ、スーソを引くんだ。さあ、スーソを引くんだ。ウーピン3ピン。あー、チーソーか。まあでも、ローソを引いたらな、使えんことないから、一応置いときましょう。お、パーピン、はい、埋まったぞ。これは熱い。となると、あとはウーワン周りで、で、ウーワンが統一になってもだ。やばい、下手したらペン7になる、これは。ローソを引いたらペン7でもリーチ打つけど、逆にスーピン周りの隣を引いてきたらもう、ワンツのパーチューは落として、いきたいなっていうふうに思ってるんですが、3ピンは場に1枚か。もう、ペンチ1でもいいよ。ローソー引いてきて。3ワンを引いた。微妙。いらぬ。シャーチャー想像1枚も切ってないな。染めとんけ。役割も初しか切ってへんしな。おー、ローソー待ちで入ってほしいなー。カンローソー待ちで入ってほしい。カンローソー待ちで入ってほしいよー。スーピン、どっちを頭にしよう。でも3ワン切っとるから数ワンを引いたら振り手になってまうな。頭はウーワンでいいよ。でもローピンがね、バシバシ切られてるからなー、ちょっときつい。まあ、3ピンの方を引いてリャンウーピンになってくれたら別にええねんけどって贅沢言ってる場合じゃなくなった。あ、それポン。あかん、これ押されへんな、やばいな。ダメだ、押し通せる範囲が一つもない。もう降りよ。ただしパーワンが通る保証がどこにもない。あ、中ピンは通るんか。もう中抜きしようか。しょうがないな。これ復活にかけるのは無理やと思うぞ。できれば数ピンとか勝負したいけど、両無筋でそんなもんは切れまっかって話やからね。まあ、パーワンは通るやろうけどね、比較的。あ、そりゃわからんよ。通しとる。
さあどうしよう。チーソー出てくからカッコになるけど、スーソー引いたら追っかけようか。怖え牌を引いた。押す。マッチはソーズじゃない？ソーズの上の方？でもチーソーが爆弾臭いんよね。怖いんよな。あーくそー、ローピン場所仕切りやがってこの野郎。もうないんじゃん、サブローピンほとんど。さあ、テンパイ時に酸素と地層を切らなあかん可能性があるから、やっちゃ嫌なんですけどね。バンズの下、これもそんな安全、あ、通ってるか。やばい、本命は想図。でも街は読めん。これ、これピンズ先引いてテンパイしたら酸素打たんしゃあない。カンウソか。いかん、展望が入らない。トンヨ局、ドラは何になりました。おっと、カンチーソーさえ引ければいいペーコーになるよ。しかしだな、トイツが4組あるのでチートイツも考えなきゃいけないという非常に頭が痛い敗敗でございます。で、トンがね、ドラ表示敗やからさっき切っといた方がいいかな。まあ、これ、単妖のチートイツにはなりそうにないので、この道ね。しかし、このページはやたら泣いてくるな。フロ率なんぼや。3割か。おっと、リャンワンを引いた。これ、チートイツ行きたいな。何引いてこい。あ、でも、チートイツに行こうと思ったら、1、2、3、4つしかドイツがないのか。まだ遠いんか。メンツでも考えなあかん。しかし、ペーチャがね、ガンガン仕掛けとるから、これ、トイトイプラス、トンでしょ。ちょっと切りにくいよね。と言いつつ、チュン切っとるけど。これ、ウーソー引いたら、死ごろでできるんか。あ、どうしよう。せっかくスーワン引いたし、こっちでリアンター作ろっか。3ピンヘッドでいいや。で、チーソーも、チーワン持ってくるかどうかやね。でもこれ何出てきそうやな。1ブロ、2ブロ、3ブロ、4、5でなんとか足りるけど、そうすると何出てくんよね。できればなん使いたいけどなぁ。手が進まぬ。受け入れはあんまり広くないからなぁ。そら、手進まんちゃ進まんねんけど。親も天杯近いんか。おっと、これは、パーワンをヘッドにしておきましょう。3ピン周りがね、まだ両面変化する可能性があるんで。どうしようかな、これやりづれぇ。カンス。嘘、当たるんか。染めてへんし。やりやがったな、この野郎。2000点か。後で4倍にして返してもらうぞ。難易局、ドラ3品です。で、赤ドラを2つ持ってるよ。これ熱いよ。これは熱いよ。しかも、ピンズで2ブロ、ワンズで1ブロ見込めるよ。あとは頭ですね。でもこれピングになりやすそうっぽいから、薬杯重なったら悲劇よね。あ、悲劇ってほどでもないから、ポンしちゃえばいいので。おっと、ペーチャがピンズばっか切っとる。
どうしようかな。まあ、使えん順で言うたらこっちなんですけど、日頃の3色も見えるんやけど、まあ無理には狙っていかないよって感じで。くそー、欲しいところがバシバシ切られていく。ローピン中ピン返せこの野郎。手全然進めへんな。ここで作りたいねんけど、もしこれらをポンしてしまうと中ピンがね、役なしになっちゃうんだよな。三統一嬉しくない。三統一最弱理論ってのがあるぐらいやから嬉しくない。もう初泣いたらローソンを叩き落とすか。このはい、無理できません。降りるっきゃない。無理。この手から、転廃しようと思ったら、有効牌をもっと引かなあかん。無理です。さあ、ハスがね、場に一枚も見えてるか。あんこ、しのげる。もうこの手から勝負に行くのは無理やわ。わからんもん、待ち。ワンズの下の方か、ソーズの真ん中ら辺か下の方か。まあ、ピーンズであったとしたら下かな。スッチ側を取った。あっと、危険牌を引いたぞ。もう初統一でしのぐか。問題はその後なんですよね。例えば、ローパースを引いたら、テンパイしてしまうんだよな。まあ、テンパイしたら行くけど、ローワン、筋。でも、サブローワンは通ってない。いやーでもこれテンパイしたら行きたいっちゃ行きたい。なんでかってドラさんやから。ローソーパースを出たらポンしていくか。タイヤを確定したし、それロンで。あとサブローワン、あ、換算ワンか。やばい、全然上がれねー。ない曲一本場、ドラは三層です。なんじゃこの手は。ぐちゃぐちゃやないけ。まあこういうところほどね、腕の見せ所とは俗に言われるんですけど。あっと、ワンズでリアンターができた。おっと、親がトーン仕掛けた。おっと、カンチーピンが入った。中ピンヘッドとなると何は泣いてもいい。もうこれ安いでいいから上がろっか。3ピンかローワン周りにくっついてくれたらいいねんけどな。1ブロ、2ブロ、3、4、あと1個。お、ウーピンを引いた。ピンズは連続系ですけど、今んとこ関数ピンしか受けがない。中ピン引いたら手変わるか。あと3ピンを自分で重ねた。もう本一行こうか、これ。ただチューン持ってきたとしても、この関数ピンがめっちゃネックやな。チューン持ってきても頭そんなアホみたいにいらんしな。1枚9ピンさばく。あっと、ワンズ入ってもうたかな。しょうがない、諦めよう。中ピン1枚さばく。数ピン積むが熱い。あとパーピンを引いた。いや、これ俺にどうしろと。3ピンを1枚さばく。いやー、でもきついな、それは。もう親は多分染めて1通るやろうから。まあ、もしかトイトイか、どっちかやけど。見えてる手だけでも結構あれか、1500の本一やったとしたらやばい。あー、やっぱ本一やった。5パか。あ、78ある。やばい、ラスってまうかな。ない曲日本はドラはリャンマンですっていきなり統一だよ。これタンヤオに行きたい。めっちゃタンヤオに行きたい。もう食いたんで。トンもシャもオタッカツやからもういらん。
いらんよ。まあ、何はね、重ねて本すんのありやけど、もういらん食いたんでいい。と思ったらペン7が埋まったよ。しかし G1 が2度受け、きついな。ウーアンとか引いてくれたらめっちゃありがたい。もしくはローアン。ん？ローアンはあんま嬉しくないか。ウーアン、G1引けへんかなーって来たのはスーガンだった。468で両冠になっとうから5も3も受けれます。車内スピン強化。これも連続系の種やけどなぁ。ネックはここ。これパーマン1枚さばいても OK やったりするもしかして。逆にパーワン引いたら、もうここ、アリアン面に決めちゃおうか。って全然手進めへんかな。ここな、酸素をさっくり引いてくれるようだと話は早いが、全然引きまへん。一回もまだ、一回しかリーチを打ってないし、そのリーチも蹴られてるんで、なんとか上がりたいんやけどなぁ。ウーアンとかさっくり入ってくれまへんかね。リーチ入ったのは入ったけど、リーチかかってもうたかな。さあ、どうしよう。切りづらい。めっちゃ切りづらい。おっと、フラッシュ入った。おやまんじゃねえか。まあ、誰かへこんでくれれば私のラストは回避できるんだけど。一曲、三本馬。ドラは G1 です。おっと、ドラ2の熱い手よ。熱い手やけど、そんな中身はよろしくない。おっと、スーピンを引いた？いきなりよろしくなった？ 1 ブロ、2ブロ、3。おっと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 。頭できたよ。あとは G1 周りにくっつけば完璧よ。しかも3ピン引いて出来上がったよ。でもこれサブロッソ引いたら悲劇が起きる。ドラ出てくやんかー。やだー、それはやだよ。一応テンパイ取らず、ちょっと打点が欲しい。ただ G1 短期で待たれへんからね、リーチ戦と。でもそれやっちゃうと絶対出ないから、それはやだな。 G1 周りを引いてきてくれれば言うことないですけど、例えばパーワンとかローワンとかね。早いところパーワン引け。起きた。おしおし、さあ、これはもうテンパイそくりでいっちゃうよ。テンパイそくりいっちゃうよ。
とねー、一名早く引いてこい、サブロッソロッチューマン。一回ぐらい俺にも漫画上がらせろ。来た。リーチだ。一回ぐらい俺にも漫画上がらせろ。シャーチャから直撃がいいな。まあそんな甘いことは言わんけど。もしかペーチャから出て飛ばしても2着になれる。ヒーだ。フラッシュ入った。ということは裏乗った。ピーチピンフ。第1丁2丁。赤ドラか。よっしゃーって、やばいー、トイメントブー。まあ、3位とね、僅差争いやから、なんとかしたいところ。難2曲、ドラは2品です。またドラあるよ。しかも完成メンツがある。2ブロ、3ブロ、この辺で4ブロ、5ブロックアップか。おっと。ギャンソーを頭にしちゃおうか。となると、ネックは貫老素。あっと、酸素を引いた。しかし、そこでジャントは作りたくないぞ。数層受けにしとこう。これで数層は受けれます。数層を受けた後は、チーソーを打ちます。あ、ドラ出てくな。3ピン引け、先。もういいピン。あー、なんかやばい予感がするぞ。どうしよう。ネックやけどこうしようか。最悪、リャン、最悪、アリャン面に取る。おっと、ワンズの伸びがいい。ワンズの伸びがよろしいよ。ワンズの伸びがよろしいけど、ピンズが伸びてほしい。できれば3ピン、3ピン引きがベスト。ただ、E ピン引いてペンチャーになってももうリーチいきますけど。おー、ワンズでリアンターができたー。これやったらタンヤオになってくれ。ドラが出ていくんやったらタンヤオになってくれ、せめて。まあ、親やからええけど、ならんくても。親やからならんくてもいいですけど、ロッチューワン、ロッチューソー、早引いてこい。ドラ、さよなら。しかし、ロッチューソーが埋まるんは難しいな。ロッチューソーはなかなか埋まらんぞ、これは。チーピンを引いたら、七八落とそうか。というのは、中層がね、三枚。ローソーが二枚出とんすよ。だから、ここがね、運よく引いてこない限り、埋まらんのよね。一番復活してほしくないところに振りやがった。なんてことを。難3曲、ドラは E1 です。これはラス回避に全力を注ぎたいところ。1000点でいいや。いや、あかんのか。なんちゃと1万点差つけとかんと。あ、なんちゃラス親か。痛いな。どうしよう。これはもうポンして特急や。特急や、特急。特急や。チーピンヘッドで特急や。おっと、ローピンを引いたよ。どっちでもいいよ。どっちもあるあるよ。
あっと、またツモバン飛ばされた。こいつなんかぐちゃぐちゃに切っとんな。これトイトイか。スーパー出てへんやん。おっと、ローピンを引いた。さあ、どうしましょう。そんなアホみたいにトイツばっかいらんねんけど。チーさしてくれ。ジャントは行くでいい。もし1数ピンチーできたら、じゃあ3ピンが出た？ポンニャ。ポンしましょう。チーピンヘッド。もう3フローもやむを得ない。なんとか転売。しかし安いぞ。打点はめっちゃ安い。打点はめっちゃ安いけど、なんちゃから当たれれば若干お得。でも安すぎるんだよな。おっと、積もったぞ。よっしゃ、1姫ナイス。オーラス、ドラは何です？これはちょいと微妙なハイパイでんな。2着をなんとかキープしたいところではあるんだが、マンガンつぼられてもセーフな。あー、親か親か親か親なのか。腹立つな。親か。もうなんちゃ1000点でいいから上がれ。俺以外から1000点上がれ。さあ、リャンタが1,2,3 組ですか、できてます。まあ、スワン周りにくっついてくれたらいいねんけど。ネックアカンパーピン、しかも2枚出と持ち。せやな、将来の安全度がわからんからな。もう地中ピン早めに落とそっか。パーピン2枚なんか出てるから、もう引けるわけないし。おっと、熱い熱い。スワン周りがそれロンで。よっしゃ、なんちゃナイス。よっしゃ、2位確定。沈んでるけど2位確定よ。はい、対局相手の皆さんありがとうございました。うん、ジャンシー成り立ての頃より1ポイント上回りました。なんとか回復できました。おっと、絆は？絆はどうなったの？もしもし？絆はどうなった？ 60 ポイント増えた？あとどれぐらい上がったら3になるんだ？おーし、コインもゲット。言うことなしですね。さて、私のデータはどうなったでしょうか？まあ、当然2位取ったからね、2位率が上がるのは当たり前なんやけど、で、ホーラ率は全然上がっとりやせんな。平均順位も上がってないな。まあ、報酬率がね、13% 割りました。まあ、先振ってないからね。まあ、私のデータはこんな感じでございます。はい。では、今回はこれにて配信を終わりたいと思います。私がですね、参加させていただきました、第3回イソムーハイというのがあるんですが、その第4回目のイソムーハイがですね、開始発表によりますと、11月の上旬から開催予定とのことでございます。ですので、腕自慢の方、まあ、初心者の方も含めて皆さんね、ふるって参加いただければ、主催者のイソムさんも喜ぶと思いますし、私も皆さんに会えることを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。最後に
チャンネル登録、高評価、YouTube へのコメントなどいただけますと大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ごめんください。最後までご視聴いただきありがとうございました。